はい、どうも、お疲れ様です。TIL でございます。ちょっと寝起きなんでね、落ち着いた感じで今日はやっていきましょうか。はい、使っていく武器は、アサルトとライトマシンガンの、まあ、合いのこともね、言える存在でございますが、L86A2 っていうね、これね、パッチでね、BF4 のアップデートで一番最後に追加された武器なんですよね。アバカンとかと同じ時期かな。なんで、まあ、ね、途中で BF やめちゃった人はね、この武器存在すら知らないっていう可能性もあると思いますがね。はい、やっていきましょう。で、レートは700なんで、アサルトで言うと AR160 とか、AUG とか、あとは CZ805 とか、まあ、その辺の銃と同じレートになりますかね。はい。で、まあそいつらとね、比べて何が勝ってるのっていう話になるんですが、横反動なんですよね。横反動がね、実はこの武器むちゃくちゃ小さい。うおーっとなんかいるの、あれは危ねえよ。めちゃくちゃ小さいんですよ。はい。縦反動はちょっとするんだけど、うわ、マジで。まあ、そういう頭立ちはさすがにね、まあ、厳しいかなっていう感じだけど、うん。縦反動はちょっとするんだけど、横反動ほんまにちっちゃくて、すごい扱いやすい武器になってますね。中距離、中遠距離ね、頭抜いていける武器になるかなと思ってます。って言いながらね、まあ、さっき頭抜けなかったんだけど、ここちょっとなぁ、まあ、ちょっと言い訳になるけど、このマップちょっと AK がちょっと強すぎるかなって感じするんだけどね。うわぁ、ダメだわ、もう上に登る奴らマジ、マジうぜぇわ、もう。ちょ、俺も上取るか、頑張って。なんかお話しようか。あ、そうそうそう、バトルフィールド5。はい、オッケー。バトルフィールド5、もう、言うてる間に発売するからね。発売日自体は、11月20日なんで、まあ、まだ1ヶ月ちょいぐらいあるんだけれども、まあ、デラックス版の発売は5日間ちょっと早くて、確か15日かな ?10 月15日発売になってるんですよ。オッケー。ちょっともうちょいヘッドになれたよな。で、これね、PC 版と XBOX だけちょっとひいきされてるんやけど、オリジンアクセスプレミアみたいなサービスがあって、月額いくらか払って、オリジンの、EA のゲームがね、遊びたい放題になるっていうサービスがあるんだけど、それに加入してると、なんとね、BF5 がね、11月9日から遊べるということで、実はプレス4だけね、ちょっと取り残される感じになるっていうね、ちょっとかわいそうやねんけど、ちょっと引きいねえな、これ。2キルしかしてねえぞ、これ。やべえな。L86A2 の実況するはずやったのに。まあ、意外と敵に合わない。あ、いるね。やれるか。オッケー、ヘッシュナイスー。あ、なんか横いるね。あ、細そうな公平がいる。前方に見えますが、雑魚。あ、もう死んでるわ。まあ、雑魚だからね。さあ、なんか下の方から DM の音がするんだけど。ん、奥か？奥いるよな。あ、いた。ナイスー。あ、でも反動くそっちゃいな。マジで扱いやすい。でもこれは死ぬ。間違いなく死ぬ。うん。間違いなく死ぬと言えるね。そう。ちょ、プレス4はちょっとできないっていう感じで。10月9日から俺はもう BF5 の、あ、ごめん間違えた。11月9日から BF5 の動画を出していこうと思ってるんだけど、どうなんかね、こう、有料月額サービスに入ってまでみんなプレイするんかな。いや、俺みたいなこう、コアなファンは絶対やると思うんだけどね。あと、配信者とか。いや、実際さ、そんな一部の人が入って人いるのかみたいなとこあるけどね。まあ、アルバテストですら人いたから多分その辺は大丈夫だったかなと思うけど、お、ヘッシュ超抜きやすいじゃん。ちょ、キル数は少ないんだけど。敵いねえな、あんまり。一応48人いるはずやねんけどね。あ、いた。残念でしたー。やばい！あれはフィーか？買っていくというね、むちゃくちゃ、ほんま反応小さい。普通に扱いやすいわ。精度はね、まあ、カービンライフルと同じような感じ。止まった時の精度はね。ただ、動きながらの精度はやっぱライトマシンガンっていう枠であって、ちょっとだけ低いんで、まあ、エルゴつけるのがいいかもしんないけど、結構ね、オフフロートで撃つことが多いからね、今はスタビつけてますね。うわー、これ不利だわ。サンドイッチだわ。うわ、やっぱこれ上行った方がいいよな。きついな。厳しいな。ここ登ろ。あ、あー、そこいたのか。四方。はーい。これが援護兵の強みや。うん。いや、ズルとかじゃないから。やべ、これはグレー投げて牽制した方がいい。ていうか、最近はほんま俺 BO4 も BF も上げるっていうスパになってるからすごい忙しいんだよね。日本道を上げると意外とこうしんどいからね。あ、そっちいたのかよ。そう。すごいしんどいの。結構俺ってさ、まあ、あんまりキル取れんかったりしたら動画ボツにすることが多いから、
すごい数飛んでんね。今日も、結構な、コールオブデューティーの方やけど、まあ、チーデスで、まあ、20キルとか、ちょいちょいできるんだけど、やっぱ少ないかなと思ってキルするんだね。やっぱ、上級にもあるからさ、30キルぐらいしようかなと思って動画撮ったりすると、6本、7本とボスになっていくからね、結構、今日、満足のいくプレイができなくて、BO でね、すごい取り直したっていう、疲れ切っちゃったみたいな、そういうとこね。だから今日、BF はちょっと、抑えめで動画撮ってますね。まあ、こんくらいのテンションが好きっていう人もいると思うんだけどね。うん、あれ、いる？いるかな？まあ、なんか俺の実況の持ち味が最近よくわかんないっていう。まあなんかマシンガントークって俺じゃないけどね。トークってほどトークじゃないんだよね。なんか、中身のない会話を俺してるからさ、基本ゲーム実況で。うわ、オッケーナイス。そう。だからこう、雑談とかは最近少なめだからね。うん。と言ってまあ今急遽やってるけど、特に話す内容考えてないからね。今日かなりこう、なんだろう。行ったり来たりすると思うね、お話の内容が。あ、いるね、あれ。2点バース、あれのスキル発散厳しいな。まあ精度はあっさりと、まあヘビ狩りつけてるから少しは精度は高いはずやねん。さあ、弾もらって。そう、俺援護兵けど弾がないっていうね。うん。クレイモアと C4。あ、クレイモア仕掛けてないな。どっか仕掛けるかも。この辺でいいか。やっぱさ、BO4、流行りのゲームやるのがさ、まあ、一応ゲーム実況として、配信としては上好きやねんけど、まあ俺すごい BO4 は好きで、ああ、ちょっとバカ野郎か、お前。うん、バカ野郎だろ、お前。二度と蘇生すんじゃねえ、バカ野郎。うん。もう100年ロムってのじゃないけど、もう100年も蘇生すんなよ。うん。マジで。ただ、やっぱ BO4 がいくら流行ってるって言ってました。確かにね、BO4 俺動画上げ出してからすごいチャンネル登録の伸びはね、良くなってる。再生数はいまいちだけど、なんでいまいちかって、それはうちのチャンネルが BF 専門やから、既存のチャンネル登録者がこう BO を見てくれないから仕方ないっていうね。うん。まあ、それは仕方ないんだけど、ただ、外部から見てもらえるから、それはやっぱ、チャンネルの成長戦略としては、BO をやるのは、こう、かなり正しいと思う。俺自体楽しくてやってるしね、BO4 はめちゃくちゃ。俺、コート BO4 めっちゃ楽しいと思ってるしね、WW2 よりははるかに、うん、いいと思う。WW2 も俺好きやったけど、長続きせんかったからね、BO4 は普通に楽しい。アタッチメントとかも楽しいしね。うん。まあ、ただあんま伸びづらいけどね。うちのチャンネルが思った以上に BF に特化しすぎてるチャンネルだから、みんなそこまでコットに興味がないっていうね。うん。楽しいんだけどね。スナイパーとか俺ずっとやってられるけどね、BO4。あんまちゃん興味ないからね。もうちょっと、皆さんコットの動画も見てくれたらすごく、ありがたいんでね。うん。実はね、初動の伸びが悪かったら、チャンネル外、例えば関連動画とかあなたのおすすめに乗りづらいっていうのがあるから、やっぱね、既存のチャンネル登録者にコットの動画見てもらわなきゃあかんっていうわけで。はい、芋。そう、だから、なんだろう。普通にやってるだけじゃもしかしたらダメかもしんないね。なんか、凝ったことやった方がいいかもしれないけど、ちょっと思いついてないからね。今やってないけどね。はい。まだあそこいんのか。はい、お、いいね。ハンドバリバリ少ないやん。抜きたい方だよな。14キル6ですが、ちょっとキル数少ねえな。普段やったら坊主にするけど、まあ、これは今回動画上げてしまおう。正面いないな。左曲がったところ2人おるな。ちょっと回復させて。蘇生来るかな、これ。うわ、あんなに、あそこの道路で芋って、スナイパーって、ほんま芋スタの鏡みたいなやつおるない。早々ランゾーしか、7倍スコープか。まあ、SV98 やろ。ロシアの銃やからね、7倍のロシアのスコープつけるんだ、結構、まあ、理にかなってるっちゃかなってるんだけど。そう。で、なんか、BO4 だけじゃ、こうね、既存のチャンネル登録者、こうね、BF 欲を満たせないというかね、再生数が伸びないから、2本上げることやるんだけど、やっぱ2本上げると、すごくしんどいね。まあ、某サングラスとか、某浦さん元プロゲーマーとか月5、6本上げてるけど、もう頭おかしいと思ってるからね。どうやったらそんなに、時間と体力を捻出できるのか俺には全くわからんっていう。うん。まあ、編集者雇ってるっていうのもあると思うけど、俺は無理だ。あ、そう、セクこれ。はい、出た。うん。もう、マジでもう、無責任な蘇生するやつはね、もう死ねばいいと思ってるからね、俺は。うん。さて、マジでキル数少ないけど、まあ、うちのチームの中では多い方か。すごいな。SW 方向、くっそいるなって。全員キルできればいいんだけどね。うん、ここのライン、このライン。マジで？あ、バイポート立てたいのか、それは厳しいわ。こっちはバイポート立てればいいんやけど、あんまりね、定点バイポートで動画的にありやしね。てか、マジでさ、俺、WW2 の頃、まだ会社勤めやったんやけど、結構あの頃って俺、毎日投稿してたやんか、俺、どうやって時間捻出してたんかなって、めっちゃなんか今でも不思議やもん。うわ、あれめっちゃ持ってんな。そう。
結構 SE、うちの会社忙しい、まあ忙しい、どこも忙しいけどね、IT 業界は。うん、まあよくあんな中でさ、俺動画撮ってたなと思うもん。WW2 ってさ、ほっとって動画上げるだけじゃなくて、こう、アタッチメントの解除とかで武器の解除すごい時間かかんねやんか。だから、なんかなかなかその、群れ当たるから、ね、マジで当たらん。そう、武器の解除をやってる時間クソ長いっていうね。うん、まあ楽しくてやってるから別にいいんだけどさ。OK ナイス、いい編集やったな。正面来るな、これ。クソいるけど、これ、前出れねえわ。あの頃はほんま土日にね、動画を土曜日3本撮って、日曜3本撮って、で、平日どっかで1本撮って、毎日投稿みたいなことやってたからね。あの頃の体力がマジでやばいと思う。今仕事辞めてるからなんか、頑張った2、3本くらいできそうやけどね。なんか、体力を痛感よね。なかなかなか。うわ、1キルが今の。どうしよう。普段やったらこれ絶対ボツにしてるからね、こんなユーザーが。全然キルできてないからね。結構、あの、チームバランスも悪いっていうのもあるけどね。うん。まだ低ハンドの L86 の魅力が伝わったかな。いや、もうちょっとヘッションのかな。さすがに視聴者満足しないみたいなところあるけどね。あそこか。めんどくせえな。進めるか。いや、でもね、なかなかまだ BF4 の再生が伸びてくれてね、非常にありがたいよね。うん。まあ、BF のチャンネルが違うんだけど。そう、俺 BF4 の人やんか、DIL って。BF1 の人じゃないやん。うん。それよね。そこが問題っていう。ナイスー。だから俺は BF5 でさ、BFTL、BF5 の人って言われるぐらいね、BF5 頑張ろうと思ってるからね。うん。まあ、別にスナイパーのランカー目指すとか特にやるつもりないんだけどね。実況して出したら他のアサルトとかも使わなきゃいけないから、そのスナイパーばっかりできないんだけど。うん。結構でもスナイパーはほんまに頑張ると思う。まあ、仕事した頃はかなりプレイ時間で多いから、結構スナイパーも頑張れると思う。モンタージュもかなり出せると思うからね。ベータの時俺すごい短期間出したでしょ。あんぐらいやったら余裕で出せるからね。はい。まあ、味方の中でキルマシンやったから、いっか。まあ普段やったら絶対ボツにしてる動画やけど、今回はまあこれであげましょうか。いつもとちょっと毛色の違った感じのテンションでやりましたけど、まあこんな感じです。はい。というわけで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。